はい。というわけで、初見さん関係、質問関係、投げセンスパチョは大関係、来るものを拒まずお届けいたします。パーカッションのワークショップ、高杉がお送りします。よろしくお願いします。打楽器においてです、ダイナミクスっていうのは、もう、どれだけ振り上げられるかっていうことだけです。まあ、手、ないしは、まあ、バッジを持ってる、スティックを持ってるようないスティックを、どれだけ打面から振り上げられるか、要はこの距離を取れるかっていう、はい。これだけになります。はい。どういうことかっていうと、 まあ打楽器ってこう物理現象なので当然この振り幅、画面からの距離が近い方がエネルギーが小さい、音小さいですね。でこれまあ振り上げていくとちょっとうるさいかもしれません。ごめんなさいね。当然でかい音出せますよね。 の小さい音から大きい音までの自分のキャパっていうか、どれぐらいこの最大値を出せるかっていうのをダイナミクスレンジといいます。はいでまあ、プロほどこのレンジが広いね、はいで。このレンジを高めるためにはどうしたらいいのかっていうと、やっぱりね、振り上げなんですよ。どれだけ <laughs> 一瞬でこう振り上げられるか、どれだけこの画面から距離を取れるかっていうことにつきます。これだけ。はい、だから もうこういう練習になります。これ何やってるかっていうと話してんのね。ダメから。一瞬で。はっはっはっはい。なんかバカバカしいと思ったでしょ <laughs>。はっただこの動きって普通使わないんですよ。って知ってました近づけるっていうか内に寄せる動きっていうのは割とよくやるんだけど外に行く。 動きこの動きって多分普通に生活してたら使わないのでこれは鍛える必要があります打楽器をやる上ではいで実際の演奏の中で「はっ!」てこんな人見たことないじゃないですか「はっ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 !」っつってはいだからもっとね効率のいいやり方がありますおしえしますけどもまあこう割とこうまっすぐね飛距離を取ったわけなんだが <laughs> こうやってもいいね <laughs> こういうこと <laughs> ご解長っていうかあのお相撲さんみたいなこうははは画面から距離を取りたいわけなのでこう言ってもいいけど別にこう言ってもいいわけだ放物線っていうかねはいはいこの動きでやると割と瞬発的にいけると思うんだけどみんなどうだろう <laughs> はい。 あ、寿司三昧 <laughs> 寿司三昧まずここに構えてもらってなるべく瞬発的にこう遠くまで行こうと思ってみてくださいでこうやってもいいんだけど多分これ結構ね疲れるしこう体がぐらつくと思うのでこう開いてみてはっはっうん 多分ねやったことない人はこの利き手じゃない方が全然うまくいかないと思うこんなにきれいにこの左右対称にならないと思う左手の方があれあれみたいなはいで解説するとね一応このよく言うのはんでやねんってこうこういう動きを使ってますね肩からこう外に開くっていうかこういう極端にあるこういう動き シングルストロークの動画でも素振りがいいよっていうような話をしたことあるんだけれども、まあ、要はこういうことです特に、まあ、この上げて下げて <laughs> で叩くわけじゃないですか下げる方は別に何も力いらないんですよそもそも重力があるから落とせばいいし割とこの内に動く力は普段から使ってるから多分誰でもそんなに 難しくなくできると思うんだけど、上げる方はむずいからこっちを鍛える必要があるね。はっはっはっもしやるとしたらこういう素振りすごい効果的です。いかに早くこうなんでやねん。ってこう。突っ込むかって。はっ